はい、健康生活チャンネル理学療法試験ファスティングマイスターの海老原貴弘です。今回はですね、中性脂肪、トリグリセライド値を下げる食べ物と飲み物についてお伝えしたいと思います。で、あなたは中性脂肪あるいはトリグリセライドという数値が高いということはないでしょうか。まあ、トリグリセライドというのはね、ちょっと言葉が難しくて、よく言われるのは中性脂肪の方なんですけども、この中性脂肪が高いということは、それは血液がドロドロの状態ということを表していますので、あなたの血管にはですね、ドロドロの血液が流れていて、血圧が上がってしまっているという状況なんですね。このままの状態を放置していると、いずれですね、血圧がどん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 上がってしまって、血管が脆く、そして狭くなってしまい、いずれ血管が破裂したり、あるいは詰まってしまって命を落としてしまうという危険性や、後遺症が残るというリスクがあるんです。そんなの怖いし嫌ですよね。そこで今回はこのような病気や高血圧のそもそもの原因となってしまっている中性脂肪を下げるための食事についてお伝えしたいと思います。中性脂肪の値が高い方や血圧が高い方は必ず最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、あなたやあなたの周りの方に今後ずっと役に立つ情報を身につけるために、今すぐ下の赤いボタンからチャンネル登録をしておいてください。で、あなたがですね、もしも中性脂肪の値が高いという状況であれば、これはですね、とても危険だと考えてください。もうこれとっても危険な状態なんですよ。まあ、中性脂肪がね、高いなんて言われたけれども、年齢的にね、まだその脳梗塞とかなる年じゃないし、もうちょい年を取ったら血圧の薬飲んじゃえば大丈夫でしょうなんて考えてる方が多いと思うんですよね。あるいは、まあ、そのある程度年齢いってるけれども、その血圧の薬飲んでれば大丈夫なんでしょうっていう、まあ、考えてる方やっぱ多いんですよね。まあ、というか、まあほとんどの方はその程度で考えてるんですよ。ですが、中性脂肪が高いという状況、あなたが中性脂肪が高いという期間がですね、少しでもあれば、それは寿命をその間ですね、どんどん縮めている、命を削り続けている状況だと考えてください。今ですね、中性脂肪が高いというのは、それは年齢が若くても、まあ、高齢であっても、もうどん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 命を削っている、それぐらい危険だという話なんですね。まあ、これですね、例えるんであれば、あなたのね、この命があるとして、まあ、それをね、かつお節を削るようにね、ゴリゴリみたいに、その削っているような状況だと、もう今どん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 命が削られている、そんな状況なんですよね。だから中性脂肪が高いというその時期期間を少しでも減らすということがとても大切なことなんです。で、なぜですね、中性脂肪が今高いだけでそれほど命の危険性があるかなんですけども、これは中性脂肪の働きから理解しないと詳しくわからないですので、まずはですね、中性脂肪の働きから説明していこうと思います。まあ、こういう話ってね、あんまりね、聞きたくないなんて方がね、結構いらっしゃるんですよ。で、特にね、中性脂肪の数値が悪い方にとっては耳が痛い話なんですよね。だからあんまり聞きたくないと思うんですけども、あなたがですね、まだ知りたくないなら絶対に聞いてください。これ本当に大切な話なんですね。まあ、でもね、まだね、その今すぐ死んでもいいという方は少ないと思うんですよ。で、私もですね、まだ今すぐね、死ぬわけにはいかないというふうに思っていますので、まあ、つい先日ですね、友達と会って、もう65歳でね、定年を迎えてですね、みんなで健康に定年を迎えて、仕事の縛りとかね、まあ、子育てとかがね、みんな終わったらですね、みんなでパリに行こうなんて約束をしたんですよね。外国行っちゃおうみたいな。まあ、ですから、少なくともね、それまでは元気でいないといけないですので、まあ、死なないためにね、後遺症をもらわないように健康でいないといけないなというふうに思いましたね。そして、まだですね、お子さんが小さいとか、まだ生きないといけない理由がある方は、今のうちにチャンネル登録と、そして高評価もポチッと押しておいてください。で、この中性脂肪が何かなんですけども、これは血中脂質と呼ばれるもので、つまり血液の中にある油、脂肪分のことなんですよね。で、この脂肪分には中性脂肪以外にも、LDL コレステロール、これは悪玉コレステロールと呼ばれるものや、HDL コレステロール、これは善玉コレステロールと呼ばれるものもあります。で、この中性脂肪、悪玉コレステロール、善玉コレステロールを3つを合わせて血中脂質というふうに呼ぶんですね。まあ、これ以降はね、その悪玉善玉と言った方が分かりやすいと思いますので、悪玉コレステロール、善玉コレステロール、中性脂肪というふうに呼んでいきますね。で、これらの血中脂質にはそれぞれの役割があって、善玉コレステロールは脂肪分を全身に運ぶことでエネルギー源にしたり、脂肪の濃度を調節するという働きがあります。
そして悪玉コレステロール、悪玉っていうぐらいだから悪さしかしないでしょなんて思ってる方も結構多いと思うんですが、この悪玉コレステロールはホルモンを作り出したり、人間の体を作っている34兆個とも言われる細胞があるんですけども、私たちはね、その細胞がね、もう小さい細胞が集まってできているんですよ。で、その細胞の細胞膜というね、一つ一つの細胞の膜をね、作るという大切な働きがあるんですね。ですから善玉コレステロールはいいコレステロールで、悪玉コレステロールは悪いコレステロールだという評価をされがちなんですけども、実はですね、このどちらも大切な働きがあるんですね。そして中性脂肪なんですが、これは活動や運動する時のエネルギー源として使われることになります。で、人間がですね、活動や運動など体を動かす時にはまず体内に蓄えられている糖質が使われるんですね。で、余分な糖質は肝臓に主に貯められていて、まあ、2、3日は運動のためのエネルギー源として蓄えれている状態なんです。ですから、まずはですね、この糖質がエネルギー源として使われていきます。まあ、例えばね、1日仕事をするとか、運動するとか、まずはこの時にはこの糖質をガンガン燃やしてエネルギーにして、そして体を動かしたり、脳のエネルギー源にしていくんですね。で、そしてですね、この糖質が不足してくると、次に使われるエネルギー源は筋肉や内臓などに使われているタンパク質で、これらのですね、タンパク質を分解してですね、筋肉を分解したり、内臓のタンパク質を分解したりして取り出してエネルギー源にしているんですね。で、このタンパク質はですね、あんまりエネルギー的にその効率が良くないですので、あんまりエネルギー源にならないんですよ。で、このタンパク質はすぐ使い切ってしまいますので、タンパク質を使ってもエネルギーが不足するような状況だと、いよいよ中性脂肪がエネルギー源として使われることになります。ですから、エネルギーというのは三段構えになっていて、まずは糖質が使われて、糖質が足らなくなったらタンパク質が使われて、そして最後に中性脂肪が使われる。このようにエネルギーがですね、なくならないように貯められているというわけなんですね。また中性脂肪は体温を一定に保つという働きもしています。ですので、中性脂肪は大切な働きのある栄養素の一つなんですね。しかし、そんな重要な働きをする中性脂肪なんですけども、多すぎる状態になると体にとって悪い反応が始まってしまうんですね。で、中性脂肪は体に貯蔵されていくものですので、肝臓に貯められすぎれば脂肪肝という状態につながって肝臓の働きが失われてしまいますし、皮下脂肪として貯められると肥満につながるんですよね。で、また中性脂肪が多すぎると悪玉コレステロールが増えて善玉コレステロールが減るという反応が起こってしまいますので、悪玉コレステロールが増えてしまうと血管の内側の壁にですね、悪玉コレステロールがスルッと入り込んでしまって、血管の内側にこぶを作ってしまうんですよね。あのね、血管がね、こなしてね、まあ血管簡単にあるとして、で、結果にですね、あの活性酸素とか過酸化脂質というその物質によって傷が入ってしまうんですよ。ピッピッて、その全身のね、結果に傷が入ってしまうんですよね。で、そこにこの悪玉コレステロールがね、そのやってきてですね、あのこの血管の壁に傷があると、ここからスルッとね、この油が入り込んでしまうんですよ。入り込んでしまって、で、この内側の壁にですね、どん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 溜まってしまって、結果的にコブを作ってしまうんですよね。こんなして盛り上がってしまうんですよ。こんなしてね、コブ作っちゃうんですよね。で、このコブがですね、全身でどん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 増えていくことになるんですよね。で、その結果、血管をですね、狭くしてしまったり、ここのところがね、狭くなってしまったり、あるいは、脆くなってしまうんですね。この、油がね、詰まったこのコブというのは非常に脆い部分ですので、あのすぐに破けてしまったりするんですよ。だから無理な圧力がかかってしまうと、ここがバリッと破けてですね、出血してしまったり、あるいはこの狭いですから、ここにですね、また新たなね、その何か脂肪分が来たらですね、詰まってしまって、その血液がね、うまく運べなくなってしまうと、まあ、こんな状態になってしまうんですね。で、こういう部分はですね、もともとですね、血管が細い部分でね、この動脈硬化が進んでくると血管が詰まったりとか、血管が破裂してしまうということになるわけです。まあ広いね、その血管だったら、まあ、なかなかこんなにね、詰まるってことは少ないんですけども、例えばですね、脳の血管であればめちゃくちゃ狭いですので、こういった部分で脳でね、その血管が詰まったり破裂してしまったりすると、脳血管障害といって脳細胞が死んでしまって麻痺になってしまいますし、心臓の血管が詰まったり破裂をすると心筋梗塞であるとか狭心症という命のリスクのある病気になってしまうんですね。
ですから中性脂肪が多すぎる、中性脂肪の値が高いということは命のリスクにも急に高くなってしまうと、そして後遺症を残してしまうリスクも高くなってしまうというとても恐ろしい状態なんですよ。だからこの中性脂肪が高い間はですね、どん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 この血管のね、コブを作っていってしまっているわけですから、まあ、その期間がね、中性脂肪が高いと、その数値的に高いという状況はですね、もうこのコブを作っていっている途中なんですよ。だからこの中性脂肪が高いというのは早く改善する必要があるんですね。でまた中性脂肪が増えるとですね、皮下組織が、ね、皮下脂肪がね増えるんですけども、脂肪組織が多いという状況というのは体はですね、炎症を起こしやすくなってしまうという特徴があるんですね。この脂肪組織が炎症をどんどん起こしてしまうんですよ。で炎症体質になってしまいますので、例えば花粉症であるとかアトピーなどのアレルギー疾患ですね、そして糖尿病であるとかがん、自己免疫疾患やリウマチ、メタボリックシンドロームなど様々な病気になりやすくなるというリスクもあります。ですので命のリスクがあるだけではなくて、病気になってしまうことであなたの今後の人生がとても大変になってしまう、最悪の場合には介護が必要となってしまう、そんな危険性まであるわけです。とても怖いと思いませんか？最悪の場合にはね、介護が必要となってしまうわけですから、誰だってね、そんな状況嫌じゃないですか。そうですよね。ですから中性脂肪というのは適切な値になるようにコントロールをするという必要があるんですね。では中性脂肪が、ね、高くなってしまう原因を解消すれば、中性脂肪が減って正常な状態に戻せるわけですから、この原因を解消したいんですが、じゃあですね、中性脂肪が高くなってしまう原因って何だと思いますか？これ知らない方結構多いんですよね。まあ、中性脂肪ってね、つまり脂肪ですから、とんかつとか、天ぷらとかの油の多い食べ物がね、やっぱ原因なのかなって考えたりとか、あるいはマヨネーズとかね、ポテチなんかもね、やっぱり油が多いから、やっぱりこういうですね、油が多いものが原因なのかななんて考えると思うんですが、実は違うんですよね。中性脂肪を増やしてしまう最も原因となりやすいもの、それは甘いものなんですよ。これね、結構知らない方が多いんですよね。ですから油物はね、中性脂肪が高いから俺はちょっと油物控えるわなんて言ってですね、油物は控えるっていう方がいらっしゃるんですけども、甘いものはね、その油に関係ないから控えないと、油をその天ぷらを避けて、唐揚げを避けて、その代わりにチョコレートで我慢しようみたいな方もいらっしゃるんですよね。でもこれは本末転倒で、むしろ甘いものによって中性脂肪を増やしてしまうんですね。でなぜですね、甘いものを摂りすぎると中性脂肪が増えるかなんですけども、これはインスリンというホルモンが関係しています。で私たちがですね、甘いものをチョコレートであるとかケーキとかおせんべい、アイスやジュースなど、あるいはですね、まあ、白ご飯とかパンとかですね、こういった炭水化物系を摂取した時、私たちの体の血液の中には糖質が取り込まれて血糖値が上がることになるんですよね。で、まあ、血糖値がね、血糖値といって、まあ、その血液の中に糖質がどれだけ含まれているかという値なんですけども、血糖値が、こっちがいいかな、血糖値が通常時よりもバーンと上がりすぎてしまうんですよね。でもですね、この血糖値が高すぎる状態というのは体にとってとても害のある状態になりますので、体はですね、どうにかしてこの血糖値を下げようとするんですよね。こうやって下げたいんですよ。でこの時に使われるのがインスリンというホルモンなんですね。インスリンが働くんです。でこのインスリンはですね、余った糖質を中性脂肪に変えることで血糖値を下げる働きをするというホルモンなんですよ。だから糖質をね、その減らしてくれるんですよね。その代わりに中性脂肪を増やしていくという働きがあるんですよ。なので糖質が余りまくってしまっている状況だとですね、血糖値が高すぎる状況だと、まあ、これはいけないということで、中性脂肪をね、どんどん増やしていくんですよね。どんどん中性脂肪に変えていくと、そして血糖値を下げると、まあ、だからですね、血糖値は下がるんですけれども、その中性脂肪が増えてしまいますので、まあ、それもやっぱりね、良くないんですよね。まあ、ですから甘いものの摂りすぎ、炭水化物の摂りすぎというのはこの中性脂肪を増やす原因となってしまうんですね。でもですね、じゃあね、その油物はね、取ってもいいというわけではなくて、最も原因となりやすいのは余分な糖質なんですけども、油の多いものも中性脂肪を上げる原因にはなってしまいますので、例えば唐揚げであるとかとんかつとかの揚げ物とかね、天ぷらとかね、カップラーメンとか油物もやっぱりね、減らす必要はあります。
であとですね、アルコールもですね、糖質が多いものですので、アルコールも控える必要があるんですね。というと、糖質のほぼね、入っていないウイスキーとかハイボールだったらね、いいんじゃないかななんて考える方がいるかもしれませんが、まあ、確かにですね、日本酒とか焼酎とかビールよりかはね、そのウイスキーとかハイボールの方がまだいいんですよ。でもアルコール自体にもですね、カロリーがありますし、アルコールはですね、食欲を暴走させてしまいますので、食べ物の方でね、糖質であるとか炭水化物を取りすぎる原因になってしまいます。ですからやっぱりですね、アルコールはできるだけ控えた方がいいんですね。そして糖質と炭水化物を減らしましたと、もう俺は頑張ったと、中性脂肪を下げたいから糖質と炭水化物は頑張って減らしたんですよ、そして油物もね、できるだけ取らないようにしましたと、その上でですね、中性脂肪はまだちょっと下がりきらない、もうちょっと中性脂肪を下げたいと思うのであれば、おすすめな食事法があります。それですね、まずは食物繊維とタンパク質を毎食多めに摂るということなんですね。で、食物繊維とタンパク質は糖質の吸収を遅くしてくれる、穏やかにしてくれるという働きがありますので、血糖値の急上昇を抑えて中性脂肪が作られることを防いでくれるという働きがあるんですよ。ですから、その食物繊維とか、タンパク質ですね、これを先に摂っておくとですね、まあ、通常この甘いものを摂るとこんなにバーンとね、血糖値が上がってしまうものなんですけども、これが、穏やかに血糖値が上がっていくと、ちょっと薄いな、穏やかに血糖値が上がっていって、そして穏やかに下がっていくと、こんなラインを引きますので、血糖値が上がりにくいんですよね。そうするとインスリンがですね、中性脂肪の変える働きが抑えられますので、中性脂肪を作りにくいと、中性脂肪を増やしにくいという状況を作ってくれるんですよ。だからですね、そのいろんな CM で血糖値のその吸収を穏やかにするという CM があると思うんですけども、これこういった効果を狙っているんですよね。まあ、ですので、食物繊維の多い野菜であるとか果物とか、海藻類とかね、芋類、キノコ類などは積極的に摂りたいものなんですね。で、またタンパク質を摂った方がいいんですけども、肉や卵、牛乳や乳製品などの動物性のタンパク質は悪玉コレステロールを増やしてしまう働きがある食べ物ですので、これはですね、あまり摂りすぎるとドロドロ血液につながってしまうんですよ。確かに血糖値の、ね、その吸収は穏やかにしてくれるんですけども、その代わりに悪玉コレステロールが増えてしまいますので、まあ、プラマイゼロというか、どちらかというとマイナスになっちゃうんですよね。ですから、お豆腐であるとか納豆とか蒸し大豆などの大豆製品、悪玉コレステロールを下げる働きのある油、オメガ3脂肪酸を多く含む青魚などのタンパク質を中心に食べていただいた方がいいですね。そして飲み物に関して言えばですね、アルコールや牛乳、ジュースなどは控えていただいた方がいいんですが、代わりにですね、中性脂肪を減らしてくれる飲み物があるんですね。それがポリフェノールが含まれている飲み物なんです。例えばですね、緑茶のカテキンであるとか、まあ、ウーロン茶に含まれているポリフェノールとか、コーヒーのクロロゲン酸などがありますが、これらには糖質の吸収を穏やかにしたりとか、中性脂肪を減らすという働きがありますので、まあ、あくまで補助的な効果ではあるんですけども、これ結構継続しやすいじゃないですか。毎食というか、まあ、そのちょくちょくね、飲みやすいですので、継続することで結構その効果を出してくれるんですよね。だからまあ、日頃の飲み物として取り入れてみてはいかがでしょうか。まあ、そしてですね、食生活が整いましたと、食べ物はね、ガラッと変えて、アルコールやめて、飲み物は、緑茶にしました、コーヒーにしましたと、まあ、その上でですね、食生活はもう整ったとしたら、次に行うのは運動なんですね。運動も結構重要なんですよ。で、運動を行うことで血液中の中性脂肪を消費してくれますので、食事だけでは下がりきらなかった中性脂肪をさらに下げてくれる働きがあるんですね。ですので、少しね、まあ、汗ばむくらいの、まあ、ちょっと早歩きぐらいのペースで30分から1時間程度、まあ、週に2回から4回ぐらいですね、行えると最高じゃないかなというふうに思います。ということで、今回は中性脂肪、トリグリセライド値を下げる食べ物と飲み物をお伝えさせていただきました。中性脂肪が高いというのは命の危険性もある、とても危険な状態なんですよね。ぜひ原因から改善できるように、中性脂肪が下がるまででもですね、悪玉コレステロールを下げる食べ物とか飲み物とか、思い切って食事を変えるようにチャレンジしてみてください。で、私の別の動画ではですね、悪玉コレステロールを下げる食べ物や飲み物や、コレステロールが高い人の食事の特徴5選という動画や、
コレステロールが高いと油を控えるのは間違いですという動画や、コレステロールと血液を下げたければ油を取りましょうという話もお伝えしていますので、悪玉コレステロールを下げたり血液をサラサラにしたい方は、ぜひ次はこちらの動画をご覧になってください。下の説明欄にねリンクがありますので、そちらからねこちらの動画をご覧になってください。で、私のですね、整体院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただいたら、下の説明欄のリンクからご覧になってください。で、またですね、今回の内容が少しでもためになったなというふうに思っていただけたら、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。で、この後ですね、ぜひもう一本別の動画をご覧になっていただいて、健康で痩せて綺麗な体を作っていただけると私も嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。